さんこんにちは、イラストレーターの猫屋です。昨日髪の毛を切りましてニューヘアで、この今日のファッションスケッチというお題で iPad と Procreate を使ってまたイラストを描いてみました。よろしかったらご覧ください。
というわけで今日も今日のファッションスケッチというお題で iPad と Procreate でイラストを描いてみました。あ、そうだ、その髪の毛を切りました昨日髪の毛をちょっとね、結構久しぶりにボブバッサリ切ってボブヘアになりました。触り心地は気持ちいいまあ髪の毛もねちょっと切ったので、ちょっと久しぶりにね写真撮ってイラストにしてみました。でもまあ今回は比較的描きやすかったですかね。まあ、水色は水色でちょっとまあ影のところはあるけど、まあ結構写真見ながら観察して、ね、センターのこの
センタープレスのところとか、ちょっと光が当たってるところはね、すごい明るかったり、あとはまあこれもかな、その白いブラウスの影の部分、まあ、結構なんだろう、まあ、グレーというよりか少し青み紫がかったグレーみたいな感じで表現してみましたね。やっぱり洋服のシワをなんかうまく描きたいとか言ってね、人は多いと思うんですけど、なんか頭の中の想像じゃなくて、なるべくこう写真を見ていろいろこうシワを描いてみると、やっぱだん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 こう体にこうね、蓄積されていくので、その情報がね、なんかいろいろ描いてみるのいいかなと思います。はい、うん、楽しかったというわけで、ニューヘアバージョンの iPad 今日のファッションイラストを描いてみました。じゃあ今日もご覧いただきありがとうございます。